小平監視所直下の玉川上水にある、清流復活の放流口と蘇る水の名板。東京都による清流復活事業は、水利環境の変化により水を失ったかつての川や、用水路に下水処理水などを放流することによって、水辺としての水流を復活させようとするもの。処理水の新しい利用法に先鞭をつけ、全国の自治体による清流復活の昭島市内にある多摩川上流水再生センターにおいて、高度二次処理を施して再生した下水を送水し、小平監視所直下にて、多摩川上水へ、またやや東方地点から、伸び止め用水へと放流している。前者の水はさらに、境橋地点で分水し、一部を千川上水へも流している。これらの上水、用水はいずれも、1970年代までには、生活排水で汚れてしまったり、水を失って、空堀化してしまっており、当事業の実施によって初めて水辺としての地位を回復できたものである。清流復活以前の経緯については、各上水、用水の項目を参照されたい。伸び止め用水の再生水はそのまま、埼玉県へ越境し、安居を経て、新河岸川へと合流するが、多摩川上水と千川上水については安居に入った、先で水を回収の上、前者は神田川、後者は善福寺川へと放流し、両河川の渇水対策に役立られている。上記とは別に、城南三河川清流復活事業として、落合水再生センターで処理した再生水を渋谷川、目黒川、飲み川へと送水、放流している。これらの都市河川は、その源流、支流のほとんどが下水道へと転用されているため、常時水量に乏しく、場所によってはほとんど枯れ川のような状態となっていた。これを補うためのものである。この事業以降、鮎の生息も確認され、水辺に親しむ機運が高まってきたという。角水再生センターによると、処理前後の水質は以下の通り。窒素、リンなどの溶存物質を完全に除去することは難しく、一般の河川水に比べると、まだ不栄養的ではあるものの、大幅に浄化され、水質基準も大きく下回っていることがわかる。また、伸び止め、多摩川、千川の各用水、上水に放流される水は、通常の処理水よりも一段と浄化されていることがわかる。これは、通常の処理水に対してさらに砂ろ過処理、オゾン処理を施すことによって得られた水質である。単位はすべてミリグラム、L。また、ここでいう水質基準とは、東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例による季節下水処理場向けの排出基準である。各水路、河川ごとの計画水量は以下の通り。単位は立方メートル、日。実績値はこれよりも少なくなるが、天候などにも左右されるため時期によっても出入りがある。東京都の緊縮財政により、水量は近年減少される傾向にある。ありがとうございます。